サグラダ・ファミリア協会、ビルーパーク社寺院ノートルダム大聖堂姫路城、シャンボール城シアトル中央図書館建築物は、建築された物体、建築された構造物。建築物は、使用目的によって形態が異なるほか、構造体も異なる。建築学、建築分野で扱う建築作品、日本語の建物を連想されるが、この場合の建築、建築するは、 それだけにとどまらない。建築物は工学で扱われる対象であると同時に芸術的現象としての側面も有する。英語ビルディングやこれをカタカナにした外来語のビルディングやビルディングには必ずしも学術的なまたは法律上の明確な定義はない。ビルディングを辞書で引くと屋根と壁を伴う構造物といった定義があり、この語義では 建築基準法に言う建築物に近い。他方、ビルディングの定義では、建築物でも構造が、鉄筋コンクリート構造などであるものに限り、高さもある程度、高いものに限っている辞書が複数見られる。フランス語で建築物を意味するボティモン、バチマンは、動詞、バターバチール作る、建てる、というニュアンスの動詞から派生した名詞である。特筆すべきことは、フランス語の場合、 同じ動詞、バターから派生した後に、バテアウバともある。つまり、フランス人の概念枠では、建物も、船も、バターという行為によってできる物体であり、両者はしばしば似たようなものとして挙げられている。実際、西洋の伝統的木造船を作ることは、木造の家を建てるの共通するような道具や、かなり似た工程で行われる。日本では、伝統的に船を作る人を、 船大工という、日本語には建築物と建造物という言葉がある。日本の法律用語としては、建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物のうち特定条件を満たすものが、建築物とされる。建築基準法、第2条第1項第1号に定義があり、他の法律からも参照されている。この定義によると、建築物は土地に定着する。 工作物のうち、屋根及び柱もしくは、壁を有するもの1に付属するもんもしくは、閉館欄のための工作物地下、もしくは、高架の工作物内に設ける、事務所、店舗、工業場、倉庫その他これらに類する施設を言い,い、建築設備を含む。建築設備は、道場第三号に定義があり、土地に定着し、建築物に設ける、工作物のうち、電気、ガス、 給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排炎もしくは汚物処理の設備や煙突、昇降機もしくは平井りを言う。土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政令機上は旧建設小通達を踏襲しており、プレハブ物置やトレーラーハウスなど基礎に近結されていないものであっても、随時かつ任意に移動できない形式のものは、 建築物として取り扱われる。したがって、これらプレハブ物置等についても、一定の土地において、向上的に建築物として利用する場合は、基礎への近欠や規模によっては建築確認申請等の手続きを要する。屋根については風雨をしのぐ機能を有するものであるため、かつて屋根をグレーチング板とした立体駐車場を脱法的に建築する事案が発生した。 法改正により、これに類する構造のものを含むとの文言が付されたことによって屋根の機能を持たない屋外設置型の機械式駐車場についても一定の高さを超えるものについては建築物として取り扱う行政庁が多い。法律用語としての建造物の定義は必ずしも明確ではない。刑法や 文化財保護法においては建築物ではなく建造物が用いられているが建造物には建築物の定義を満たさない建物、構築物も含まれうる。景観法では景観重要建造物という名称を用いている。また自治体の文化財保護においても建造物の名称が用いられている。警報では建造物が現住建造物か。 紀元中建造物による区別がある条項とない条項が見られる。である。コロッセオ法流寺清水寺シーグラムビルディングル、ランシーのノートルダム協会アヤソフィア、シドニーオペラハウス建築物の分類には、使用する材料、骨組みの形状、体力配分方式、思考過程、特殊目的など様々な分類法がある。構造形式による分類として、気構造、 鉄筋コンクリート構造、鉄骨作り、鉄筋、鉄骨コンクリート作り、補強コンクリート作り、石像、レンガ作りなどがある。構造骨組みの形状による分類として、ラーメン構造、トラス構造、アーチ構造、ドーム構造、シェル構造などがある。ありがとうございます。